Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tone. 20世紀ロックへようこそ。今日はジャパニーズヘビーメタル、いわゆるジャパメタの中で、思い入れ基準で言うと一番ハートの真ん中にいるバンド、アースシェイカーについて、もっと言うとメタルゴッド伊藤製作プロデュースによる渾身のセカンドアルバムフュージティブをテーマに全曲トークを刊行しちゃおうと思うんだけど、俺ぶっちゃけ子供の頃に初めてバンドでコピーしたのがアースシェイカーで、なんならロックのライブを初めて体験したのもアースシェイカーだったんじゃないかっていう、なのでどうしても思い入れってものが先行しちゃうわけなんですけど、でもこのアルバムは50を超えた今聴いてもやっぱかっこいいじゃんって素直に思える作品なんで、かつて夢中だった人だけじゃなく、ジャパメタってなんだよって今時のヤングにもぜひ聴いてみてほしかったりします。あ、そうそう、今日たまたまこの動画にたどり着いたぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってなスタンスで時代や国境を超えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速、ヘビーメタルって言葉のイメージを軽やかに覆すぶっちぎりのメロディアス番長、アースシェイカーの魅力が濃縮されたフュージティブの収録楽曲をチェックしてみようぞ。まずアルバムのオープニングを飾るのがバンドの個性、方向性をバシッと打ち出したシンボリックな楽曲、記憶の中。これタイトなリズムに単純明快なギターアレンジっていうめちゃめちゃシンプルな構成なんですけど、それがアースシェイカーの最大の魅力である歌そのものを引き立てることに成功してて、なんだろう、歌の存在感がすごいっていうか、もうシンガーのマーシーこと西田正史のエモい歌唱がたまらないっていう、つかそもそもメロディーで勝負できるバンドなんで、なんなら複雑なリフもトリッキーなギターソロもいらないし、ほんと歌メロファーストのアレンジをメンバー全員が意識してると思うんですよ。あと歌詞がね、そのメッセージを主張するわけでもなく物語を展開するわけでもなく、どちらかというとパンチライン的なフレーズを刷り込むキャッチコピーみたいな仕立てになってて、もう歌い出しがいきなり誰もが見る夢を見ていた、だけど俺はその夢と駆け落ちてきたって超絶かっこいいし、サビもね、戻れない記憶の中には戻れない二度とって、その簡素な言葉だからこそ強烈に印象に残るっていう、まあ、このあたりはどの曲にも当てはまるものだったりしますけど、それらをきっちり盛り込んだこの記憶の中は本当挨拶代わりにぴったりなオープニングナンバーの鏡みたいな楽曲だと思います。2曲目は1曲目とは打って変わってとびきりラウドなサウンドを主張してくるヤングガールズ。これいきなりイントロからギターが豪快に響き渡るんですけど、それがこうなんならおおらかというかスケールの大きさを感じさせて、なんだろう、そのどちらかというとアメリカ的なノリみたいなものって実は意外と他の日本のメタルバンドにはない要素だったと思うんですよ。後発のバンドには見受けられたりもするんですけど、でもいわゆる同世代の要はラウドネスとか44マグナムとかが鳴らさないタイプのサウンドって気がして、このあたりもアースシェイカーならではの個性って言っていい部分かもしれませんね。まあ、シンガーが歌い始めた瞬間にやっぱり全部持ってくんで、ここでも特筆すべきは歌唱なんですけどね。つかマーシーは別に過小評価されてるとまでは言わないですけど、でももっと評価されるべきだと思ってて、そのジャパメタシーンには新原実とか瞳元気みたいな化け物クラスのシンガーも確かにいますけど、でも伸びやかで堂々とした歌いっぷりっていうのはめちゃめちゃ聴いてて気持ちいいし、何よりこのバンドにハマってるんですよね。まあそれは他のシンガーにも言えることですけどね。3曲目はメロディアスハードの真髄に触れることのできる名曲オーラ出まくりな曲、シャイニーデイ。これクリントーンのギターに合わせて弾き語りっぽくスタートするんですけど、こう導入部分を歌い終えたところでドッタンってドラムのきっかけ一つでハードにスイッチして、そこから一段と伸びやかにシンガーが歌い上げるっていう、これもあくまでバンドサウンドとしてはハードでエッジーだったりするから、そのポップとかキャッチーって言葉は違う気がするんですけど、でもほんとメロディアス、たまらなくメロディアスなんですよね。つか高校に入りたての頃なんてもうなんていい歌なんだろうって自分の学生ライフのテーマソングみたいに思ってましたからね。タバコの煙と酒の匂いとか枯れたブルースとか、全然自分の生活とリンクする歌詞ではなかったんですけどね。でもちょっと背伸びして大人のロマンを垣間見るみたいな、そういう楽しみを感じてたんだと思います。今聴いても無性にワクワクしたりしますからね。で A 面のラストはアコースティックギターのアルペジオから始まるマイナーコードのパワーバラード、ラブデスティニー。これグッドスローでヘビーな
歌い上げる系のバラードなんですけど、あの子供の頃はとにかく激しいのちょうだいって感じだったんで、正直うーんって全然ピンときてなかったっていうか、早く裏返したくてしょうがないっていうのが本音だったりしたんですけど、もう今聞くとこれがめちゃめちゃしみるし、なんならアルバムのハイライトの一つといえる壮大な曲だってことに気づいちゃいましたって感じだったりするのね。つかひとしきり歌い切った後で、というか完全に終わったと思わせてから、さてとって感じでスタートするギターソロがたまらなくドラマティックで、あのアースシェイカーの曲っていうのは基本的にギタリストのシャラこと石原慎一郎が手掛けてるんですけど、これはシンガーのマーシーの曲で、なのにギターソロがすごいっていうのがバンドって面白いなっていう、ほんとちょっと終盤のギターソロにぜひ注目していただきたいです。あとアルペジオの後ろとかで薄くキーボードが鳴ってて、それ弾いてるのがミッチェル・フルームだってことは一応お伝えしておきます。あのあんまり語られることない気がしますけど、でも後の彼のキャリアを考えたら何気にすごいことだと思うので、ひっくり返すと B 面はもうアッシェイカーって言ったらこれっていうバンドにとっての看板曲モアでスタートするんですけど、これは本当桑名正宏にとってのセクシャルバイオレットナンバーワン、つか上田正樹にとっての悲しい色やねみたいな、もう絶対的な代表曲で、特にブリッジミュートした8分音符のギター初心者でもコピーしやすいイントロは、もうジャパメタど真ん中世代にとってはディープパープルのスモークオンザウォータークラスの認知度を誇るっていう。ってことで、なんならイントロがクライマックスなんじゃないかって思ってると、ここでもやっぱり歌い始めた瞬間にシンガーが全部持ってく感じがたまらないと、こう半音ずつ降りていく日本人好みなコード進行にエモいメロディーが乗っかってて、なんだろう、一番激しそうな曲が一番歌謡曲っぽいフィーリングを醸し出してたりするんですよね。あと歌詞もとにかく印象的というか、まあ、意味よりインパクトって側面はあるんですけど、歌い出しからいきなり人を憎む弱さを見たって、なんとも文学的な表現が飛び出したり、ナイフを握りしめた18の日々が蘇るとか、もっともっと孤独よ踊れ、もっと鮮やかにって冗談抜きにキラフレーズだけで構成されてると、これは本当試しに口ずさんじゃったりすると、もうそれだけで気持ちが高まるというか高揚してくるロックの歌詞の理想形なんじゃないかって思ってたりもします。で B 面の2曲目はもう歌い出しから Oh my love って始まるストレートなラブソング22時、これまたしてもクリーントーンのアルペジオからスタートしてハードめなサビになだれ込むアースシェイカー得意のパターンって気がしますけど、こうよく練られたコーラスワークとか、サビから大サビへ2段構えでグワッて盛り上がる感じとか、ともすれば産業ロックスレスレ、つか極めて歌謡ロック的なニュアンスだったりもするんですけど、でもそれってキャッチーで上質ってことだと思うし、もはや好印象しかないかなと。つかこのあたりはギタリストのコンポーザーとしてのセンスが冴えまくってるってことに尽きるんですよね。あのキャッチーって言っても決して甘すぎず、いやらしくもならず、おまけにハードなギターサウンドがちゃんとロックなフレーバーをトッピングすることにもつながってるんで、とにかくバランス感覚に優れた優秀なコンポーザーなんだと思います。あのさすがに伊藤清則の仕業とは思えないですからね本当のところはわからないですけど。でラス前にとびきりアッパーなパーティーチューンが用意されてて、それがドラムもギターも豪快にドライブするノリノリなロックナンバードライブミークレイジー、これズッカチャッカズッカチャッカっていわゆるブギーって感じのリズムで、もうほんと頭空っぽにして踊りたくなる騒ぎたくなるっていうほんとそれだけなんですけど、でもそれが最高にロックを感じさせてくれて、だいたい歌詞もさ「ウーイエードライブミークレイジーカモンカモンカモンベイビーナウ」って俺って何にも言ってねえ状態だし、ベッドの上で生かしたショータイムとかもう通り一辺倒な下世話な感じだったりするんですけど、でもパーティーロックってこういうことだよなって、そのロックンロールの痛快さだったりハードにドライブすることの心地よさみたいなものを徹底的に訴えかけてくるのね。なのである意味これがショーの終わりの大団円というか本編のラスト、少なくともパーティーはこれで終わりって印象を聞く人に与えると思うんです。その上で別枠の本当のラストナンバーが控えてるわけなんですけどね。でアルバムのラストを飾るのはアースシェイカーの魅力の全てが6分半にわたって余すことなく展開される勇壮なタイトル曲フュージティブ。これもイントロから最後の一音が鳴り終わった余韻に至るまで完璧な世界観を描き切ってて、ほんと繰り返しになるかもですけど、こう引き締まったリズム、ドライブ感のあるギターで存在感のあるエモいボーカルっていう個性が楽曲にみなぎってて、あえて極端な言い方をすると、結局このアルバムっていうのはタイトルからも分かる通りこのラストソングを聴くためにあると言っても過言ではないと思うんですよ。逆に言うとこの曲がなくても
もう十分なロック体験というかちゃんと満たされるんですけど、でもここまでの全てを凌駕するだけの圧倒的な存在感を誇ってて、それってもうバンドの最高傑作ってことになると思うし、なんならジャパニーズヘビーメタルの最高到達点の一つって言えると思うんです。こうサビの後に一旦トーンを下げて、そこからグワッて盛り上げ直す構成とかマジ震えるし、こうたっぷり時間をかけてじわじわ盛り上げていくギターソロも最高だし、これも実はシンガーのマーシーの曲なんですけど、やっぱりギターが印象に残るんですよね。あの綺麗に16分音符が並んだ反復フレーズとか、もう耳にこびりついて離れませんからね。マジ一度聴いちゃったら3回くらいリピートしたくなるレベルだったりするので、そうだな、アッシェイカー未体験って人にまず聴いてほしいのはモアではなくこのフュージティブだったりします。だしもしアッシェイカーはモアしか知らないよみたいな人がいたら、今すぐマストでチェックしていただければと思います。あの冒頭でも言った通り、俺にとっては初めてバンドでコピーしたのがアッシェイカーで、こうドラムっていうのはどうやってリズムを叩き出すのかとか、ギタリストはどういう仕事をしてるのかとか、そういうロックバンドの基本を学んだ気がするのね。まあ俺は歌ってただけなんだけど、つかジャパメタ枠にくくられちゃってたりするから、こう特殊なジャンルに感じられちゃうかもしれないですけど、実は一番ベーシックなそのロックのダイナミズムとかドライブ感みたいなものを携えてるし、再三言ってるようにとにかく歌メロが際立ってるわけなんで、これぞ王道っていうか、本当時代を超えて愛されるべき普遍の名盤として認識しておいていただけたら幸いです。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。